ゆうちゃん、つきちゃん、ようこそ中華料理屋チン・コチンへようこそ。何でも食べたいもの言ってごらん、お嬢ちゃん。今日さん、証拠込めてから来ました。ありがとうございます。すごい、証拠込めてからツイキャスに来てくれたの初めてかもしれない。来てくれた人、よろしくお願いします。麻婆茄子オッケー、天津飯ね、天津飯一丁。手巻き寿司オッケー、了解、天津飯ね、天津飯二丁ね。人気だな、やっぱ天津飯人気だな。新メニュー、新メニュー人気だな。うちの新メニュー、麻婆豆腐オッケー、天津飯ね、3つ、天津飯3人前。ミフィさんいらっしゃい。マジですか、マジあの動画好きでキャスまで追っかけてきました。いやすごい今日さん初めてのパターンですよ。 YouTube に来る人はいるんですけど、昇魂から来ましたっていうね、びっくりですよね。くたばれゴミよりって言ってる人が天津飯作りますってちゃんとついてきてくださいね。麻婆豆腐お願い、あ、読んだ。全然天津飯じゃねえ。天津飯って言わなかった？え？麻婆茄子でしょ？手巻き寿司でしょ？麻婆豆腐でしょ？あ、全部天津飯じゃん。ギャップ萌えでやばいです。それも初めて言われたわ。いやいや、普段からあんなこと言ってないですから、さすがにね。あの、勘弁してください。本当に、あの、僕のこと本当に頭のおかしい人間って思うのはやめてください。人前であんなことできないです。野球場にいるからできるんですよ、ああいうこと。僕ももう結構いい大人なんで。卵焼きにあんかけかけてて作るん、オッケー、天津飯、それ天津飯だから、ケイケイさん、それ天津飯ね、天津飯ね、はい了解です、4人前、はい、天津飯4人前。意外とお腹出てない、ちょっと勘弁して。これ違う、服だから、それ、月ちゃん、あの、ジーパン履いてるやつに、おい、お前、チンチン立ってるやんけって言ってるのと同じだよ。ちげえよ、これ、ズボンだよ、つって。お腹出てないよな、俺。うん、大丈夫。お腹出てなかった。キャスで叫びまくってるかと思ってました。いやいやいや、逆にキャス静かだよね、俺は普段。みんなテンションは高いけどね。むしろよく配信とかで昇魂歌ってくださいって言う人が来るんですけど、とてもじゃないけど歌えないですもん、やっぱ恥ずかしくて。すいません、今そういうテンションじゃないんですいませんっつって、もうお断りしてる。作り始めて、ほら、ごめんね、お客さん、お腹空いてんの、ごめんごめん。
まずね、天津飯の作り方は、ご飯をよそいます。どんぐらい食うかな、 1.5 合ぐらい。みんな食べ盛り、育ち盛りだから。調理器具だけは、いやそう、本当に今うちにフライパン2つあるからね、鉄フライパンと中華鍋と。いらない、こんな一人暮らしの家にいらない、こんなに。一応ラップしときましょうね。炊飯器か、これどこのだろう。パナソニックでした。やべ、食える食える、全然食える。果たしてこの中にね、天津飯作れ、自分で作れる人がね、何人いるかって話なんですよ。天津飯なんて家でやります？今日天津飯の素とか一切使わないですか？じゃあまずは卵か、卵を用意するか。ちなみにYouTube で天津飯作り方めっちゃググりました。そこで言ってたのは、まず卵に水を入れると。水を入れるとふんわりするんだって、卵が。で、塩。で、味の素。天津飯作るの初ですか？初です。料理をほぼしないんで、まず。やっぱさ、料理ってさ、ね、いつまで経っても自分が作れるものしか作らないと料理ってうまくならないから、自分が作れないものに挑戦するのがやっぱり料理上達のね、近道かなと思って。で、片栗粉ね、片栗粉、今回裏技使いました。水溶きいらず、とろみちゃん、あ、とろみ上手。超楽です。水溶き片栗粉作ったことないんで、人生で。
今日さんは料理しますか？普段で混ぜます。大勝負で確実。あれ、ケンケンさんが褒めてくれるの珍しいね。え、卵完成で、次あんね。あ、ネギ入れるの忘れた。ご飯のこれ、あ、でも温まっちゃうな。家庭科の授業でしか料理したことないです。いや、まあないですよね。でも家庭科で天津飯作るってすごくない？俺家庭科でホットケーキしか作ったことないですよ。それとろみちゃん命だから、今日の料理はとろみちゃんが鍵握ってるから、頼むぜとろみちゃん。ちゃんちゃかちゃんで、今何も見ないでやってるからね。何も見ないで。俺が見た YouTube の動画は次何やってたっけな。あん作り、あん作りなんだけど、水を、やべえ忘れた。水どんぐらいだったかな。200cc ぐらいだったかな。いや、そんな多くないか。調べます。150、水150、 334cc ですよ。そうそうそう、あのキリンのね、あのチボモリンスタジアムって、いや、それで阪神対ロッテやないかい。月ちゃんすごい、ドンピシャだよ。150、150入れます。で、醤油、まあ大さじ1ぐらいかな。で、鶏ガラスープ、ってことはさ、月ちゃん天津飯作ったことあんのかな。で、ここにこの配信のためだけに買ってきました、このお酢と料理酒
もう今日を最後に使いません。一生使いません。この二つ。マジもったいねえ。なんだよ、料理酒って。なんでご飯に酒がいるんだよ。天津飯作ったことないか。まあちょっと見てて。そしたら、つけちゃんももしかしたら今後作るかもしれないから。作れんの？いや、作れるかどうかは、俺もみんなもわかんない。この配信を見た人にしかわからん。で、行きます。とろみちゃん。あんま、片栗粉ってあんま多くない方がいいよね。使わないの？いや、まあ使う料理があればね、なんかみんながリクエストしてくれれば使えますよ。食べに行ってもらえすかって。ケンケンさん、今使った料理酒とお酢、あれだけで500円。餃子の王将で天津飯いくらで食えんの1人前。俺行ったことないから。いやでもね、天津飯簡単かもしんない。わお、517円料理酒とお酢とトントン。それ以外にも具材あるよ、いろいろ買っちゃったよ。1200円ぐらいかかってるよ今日。ふざけてるわ、マジやめようかな。もうなんでそんなやる気がなくなるコメントをするかね、ケンケンさんは。値段とか関係ねえから、マジで。ケイジさん、お茶ありがとうございます。王将以上のものを作りましょう。もう任せてください。キョウさん、いいこと言った。王将の倍うまいもの作ればええやんっていうね。王将の社長、ごめん。俺超える。俺今日あんたを超えるよ。王将の社長、あんたでもいいよ。ブレイキングダウンネタね。あ、ちょっと。こっちは恥ずかしいですね。出来上がったから言え。いや、全然オムライスより簡単かもしれない。天津飯作ろうと思った経緯は、あのブルーさんが、あー、ブルーさんがなんか天津飯が見たいって言ってたから、まあ今日いないんだけどね、見事に。アクトさんいらっしゃい。いや、アクトさん、ついに僕の配信にもね、キョウちゃんが来ました。キョウちゃんが、うん、違うキョウちゃんだけど、キョウちゃんが来てくれました、配信に。ずっと映ってた？いや、やだ、恥ずかしい、もうやだ。なんかもう、月ちゃんお腹出てるとか言ったりさ、後ろ映ってたりとかさ、勘弁してよ。あ、ブルーさんのリクエスト、天津飯です、今日は。カニ玉。
やべえ、なんか思ってたのと違う。やばい、本当に。ちょっと待って、油少なかった。やばいって。おい、超ひっつくやん、お前。おい、スクランブルエッグになっちまったよ。勘弁してくれ。なんだ、動画とちげえじゃん。こんぐらいにしとこう。大丈夫大丈夫、あんがあんさえ良ければいいんだ。あんさえ良ければ。何ですかこれ。おい、おい、どうだ。これでいいんだろ、みんな。期待通りか、これか。これでいいんでしょ。これが見たかったんでしょ、みんな。だからもうピエロも大変だぜ。配信のピエロも大変だよ。自分の作りたいように作らせてもらえず、取れ高を優先して。捕虜でも大丈夫大丈夫。あんあんね、あん作るからね。あんあんあんつって。これさえ完成すれば大丈夫だ。つか俺もう俺卵使う料理一生したくないんだけども、俺卵料理向いてねえわ。もう二度と卵使いたくない。オーシャンに謝れ。でもすいませんし、刑務所にもそんなの出ない。お、刑務所に謝れ。それ火力が強かったね。油少ない火力が強い。本当にみんな俺の想定通りのコメントありがとう。俺の手のひらでもうちょっと踊ってよ。みんな全部想定内だから、君たちのコメントは。正直この卵が完全に想定外でした。天津飯具なしだっけ。うちはね、あの全部具ないよ。チャーハンもオムライスも天津飯も具はない。フライパンに残ってる卵がもうクソ食欲そそらないんだけど。あー、月ちゃんちょっと作ろう、一緒に作ろう。これは何ですか、これですか。焦げ卵ぬらしです。今日の料理は
焦げ卵ぬらし。焦げた卵を濡らしただけです。とろみちゃん少ないの、行ってこいとろみちゃん。おお、びっくりした、とろみちゃんいっぱい出た。全然とろみつかんな、マジで。なんで俺罰ゲーム自分でわざわざ作ってんの。皆さんのコメントが具になります。お料理いいこと言うな。タケノコとカニとネギは、ブルーさん、タケノコとカニとネギはネギ入れた。あとブルーさんに教えてもらったね、とっておきのもの買ってきたよ。もういいかな。どうとろみ。きったね。きったね。え、まだ？え、まだ足りない？片栗粉。以上入れたら死んでしまうぞ俺、片栗粉で。シャバシャバ。ああいい感じいい感じ、とろみついてきた。あーいい感じいい感じ、オッケーオッケー、こんぐらいにしとこう。いやブルーさん今のがあんですよ。ゲリ、今から食うんだぞこれ俺。ゲリとか言うなよ。はい、完成です。焦げた卵を濡らしたもの、イエーイ。別にあんたらが食うわけじゃないんだから、もうピーピーカーカー言うなよ。